こちらのコーナーでは虹色デイズのようにキュンキュンした体験談や、またはキュンキュンできたはずなのにどうしてああなっちゃったんだろうという失敗談をご紹介いたしますと、はい、もうこのコーナーは、はい、キュンキュン具合で言うともう 200% ぐらいでいつもやっているので、はい、当然、はい、メールの読み方もキュンキュン度合い上げていただきたいと思いますよ、はい、キュンキュン度合い上げるってどういうことですか。任せてください。ちょっと僕がやってみますね。お手本を見本、はい、ラジオネームあずみんさんからいただきました。ありがとうございます。はい。私がそういうこと今まで一番キュンキュンした出来事は、そっちか、好きな人と手がぶつかった時、お互い手を引っ込めて照れながらごめんごめんって言い合って笑い合ったことです。今思えば本当に些細な出来事だったのですが、当時中学生だった私はその漫画みたいなシチュエーションにドキドキしました。虹色デイズのお話にもあったみたいに、いつか好きなこと観覧車に乗るのが私の密かな夢です。バカにしてるんですか。アズミンさんのこの違います違います違います、ピュアな感じを、ピュアな感じできてたでしょ今。え、ピュア口でした今。ピュア口、完全に今ピュア口です。新しいピュア口拓也、ピュア口拓也です。ピュア口拓也でお届けだ。もうピュア、ピュア山言いづらい、ピュア山もういいよ、ピュア山が読んでください。わかりました、わかりました。いいじゃないですか、これ好きな人ってぶつかるよね。まあよくね、テンプレと言われるようなね、うん、本屋さんとかですね、同じのあるあるすぎだね。 あるある、あんなことないよね。まあ、確かに。こんだけネットショッピングは全盛ですからね、なかなか。いや、やめろ、やめろ、やめろ、そういうことは。本屋でこんなね、探すってこともなかなかね。でもあれってさ、よく考えてみたらさ、うん、同じ本を取ろうとしたってことはさ、うん、趣味思考も同じなのかなっていうのもあるから、なんかよくできてるよね、うん、まあ、そうなんだよね。そっから始まる。うん。ま、僕でもね、本屋さんであるのよ、それ。え？わざと当たり屋的に。違う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 、当たり屋なさい、人聞きが悪いぞ。来たドーンみたいな。違う違う違う、狙ってんじゃないよ。違います、あのね、女の子が高いところの本を取りたいみたいな感じでこうやってて、でも取れなさそうだったから、うん、まあ僕ひょいって取れるから、うん、あ、これですかって取ったら女の人が、あ、違います。違った、余計なお世話、余計な、あ、ごめんなさいって言って返してそのまますってね。え、でどれですかってもう一回行けばよかった。いや、なんか多分迷ってたんだろうなと思って、もうごめん、なんか邪魔しちゃったなと思って、もう二度と声かけないと思って、そういう時ってそれでいいんじゃない、関わらないと思って。うん、うん、まあでもほら、中学とか高校とかだとさ、もうさ、うん、結構こう女子との間って離れてたよね、机って。ああ、そうだったかもしれない、うん、僕もそうだった。小学校の時って、ね、机つなげてるじゃん、男女で。そうなんですよね。まあ、それはあれですよ、うん、もうやっぱり男と女が意識し合う時代が来たんです、はい、いや、もう本当にね、小学校の時、うん、好きな女の子が隣の席になった瞬間の歓喜具合、席替え超楽しみじゃなかった、小学校の子。違う、まあ、楽しみじゃなかったですか、うん、皆さん。まあまあ、楽しみだったかな。え、何、内山さん小学校の時はそんな女子あんま意識しない系男子、しないと装ってる系男子。人に好きな子を聞くのが大好きです。今と差して変わってない。変わんねえな、おい、なんだよ、その頃から。じゃああんまり自分にはそんなにあれだったんだね。どうだったかな。うん、松岡君は。いや、ありましたよ、やっぱり。あ、で、好きな子、小学校の時に、はい、なんか学校で、うん、まあ、泊まって、うん、肝試しをやろうっていう。学校に泊まって肝試しをやろうって言って、はい、しかもそれをくじ引きでペアを決める。くじ引きでペア、学年で。漫画みたいだね。あったんですよ、はいはいはい。で、その当時、うん、すごい好きだった子が、うん、呼ばれてないんですよ、ほんと最後の最後まで。それが、で、それあれ、もう残ってんの4人じゃん。お、はいはいはい、どこまで行って、自分も含めて、やばいやばいやばいってなって、はい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 、めちゃめちゃテンション上がって、はい、呼ばれて、うん、はっ、この番号はって思ったら、うん、全然違った。あ、4分の2まで来てたと思います。2分の1で外れちまったか。あ、しかも相手男っていう。男女で分けてないの。男女で分けてないです。バカ野郎バカ野郎。小学生でしょ。主催者を出せよ。小学生でしょ。あ、まあ、だからもう逃げ場が欲しいんだよね。え、だから例えば、うん、男女でなった時に、なんだよお前かよ、俺あいつが良かったしみたいな逃げ場所。必ずこう男女のペアだとちょっとなんか、なんかやだ男子と組むのとか女子と組むのやだよみたいな、うん、そういったものを逃がだから男女でも
関わってる人とかいるんでしょ、ペアになってる人。そうそうそう、羨ましい。残念だったね。だからもう腹いせに二人で回ってる時に、はい、あの真っ暗じゃないですか、もう、はいはいはい、懐中電灯しか持ってない、うん、はい、そこで理科室回った瞬間に階段に向かって、はい、ああそれはやりすぎ、しょうもな、しょうもな、何その小学生あるな。でもびっくりさせないっていうのはあるかもしれないね。なんだろうね、それ。なるほど、小学校の子楽しかったな。はい、続きましてお願いします、はい、ラジオネーム、はい、中ゆかさんからいただきました。ありがとうございます。私のキュンキュンした体験談を送りたいと思います。こういう中ゆかさん、こういう感じだった。それは、うんうん、私が大学生の時に、うん、男友達のバイクの後ろに乗せてもらったことです、うん、とても寒い冬の日で、うん、手袋をしていなかった私に、あら、その男友達は、うんうん、手袋持ってない、寒いやろ、ポケットに手入れていいでと言ってくれました。その男友達とは特に何もなかったのですが、うん、初めてバイクの後ろに乗せてもらい、うん、ポケットに手入れていいでと言ってくれたことにとてもキュンキュンしました。あー、おいおいおい、大学生よ、大学生よ、これ大人な感じです。大人な恋愛ですね。バイク二人乗りっていうの、バイクの二人乗りってさ、エロくない？エロくない？そうなの。でも、まあ、体を密着させないと危ないもんね。いやいやいや、もう本当に、だって、そう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 。要は、体に密着しないと危ないじゃん。危ないよ。ケツのところにもさ、こう、後ろのところに掴むところは、多分用意されてるんだけど、あそこだけじゃ、こう、不安定なのよ。怖いよね。怖いのよ。だから、うん、絶対こう、胴にね、うん、こうやってなるんだけど、こうやってなると思うんだけど、うん、それをあえてですよ。あえて。ポッケに入れる？どこのポッケですか？なんか僕どこの上着かね。上着じゃないですよ。上着のポッケ。だってジーンズとかのさ、ポッケだったらちょっとなんか難しいよね。難しいし手首おかしくない。そうそう、そうそうそう、難しいし手首おかしくないし、男性側もちょっとそわそわしそうだなと思う、想像するに。上着でしょうな。コートとかでしょうね。後ろのポッケかもしれないですよ。あ、後ろ、いや、ジーンズの？ジーンズの後ろ。痛い痛い痛いってなるよ。お尻で踏まれて痛い痛いってなるよ。なるほどね。いいな。だからこういうのなんかできる、なんか大人な男になりたかったなって思ったよ。じゃあバイクの免許取ったら？マジで今かな、うんうん、あ、バイクか、バイクか、うん、いや憧れはありますけれども、いや重そう、バイク、うん？二人乗りできるバイク重そう。いやビッグスクーターみたいな、そう、なんかこう持ち上げ、移動するのめんどくさそうってなっちゃう、うんうん、じゃあ諦めよう。終わった。中身ねえよなー、はい。次は、あ、内山さんよろしくお願いします。はい、あら。ラジオネームアミカさん。高校の時、一個上の先輩に、こいつは遊んでんぞ。2年間片思いしていました。遊び人だぞこれは。その先輩はとても人気者で、うん、他校に彼女さんもいるし、アーシュは一切話しかけることも、近づくこともできず見ているだけ。しかし、うん、文化祭のちょっとしたきっかけで、先輩と仲良くなることができて、かっこ、あわよくば、先輩の卒業式の日に、制服のネクタイが欲しいと思っていました。かっこ笑い。卒業式当日、放課後に先輩を呼び出した時には、うん、もうネクタイをしていなかったので、うん、もう、誰かにもらわれちゃったかと思っていたら、先輩が目つむってというので言われた通りにすると、先輩が自分のネクタイを私の首にかけてくれたのです。びっくりしていると先輩がびっくりさせようと思ってポッケに入れて隠しておいたとニコッと笑ってくれました。先輩そういう感じなんだ。結局自分の気持ちは伝えられず、あれから6年くらい経ちますが、今でもそのネクタイは私の宝物です。小学生みたいになってきてどんどん腹立つ感じになってきたけど、遊び人で来ましたけどね。ちょっと待って、ちょっと俺読んでて内容が全然入ってこない。言った本人が、いや、これ1個上の先輩でしょ、2年間片思いなさっていたと。で、その先輩はとっても人気者、はい、彼女さんもいるんだ。これですよ。え、何？ここです、皆さん注目していただきたい。わかりました、はい、他校に
彼女がいる？だから直江剛さんパターンですよ。過去に彼女が。せやな。はい。ゆきりんという。ゆきりんがいるのにもかかわらず。かかわらず。まあ好きになっちゃうしょうがないから、でもちょっとしたきっかけで仲良くなって。うん。呼び出した。こう、卒業式当日ってことは、まあまあまあ、1年ぐらい経ってんのかな ?1、2年経ってんのかな、わかんないけど。その時果たして、彼には彼女いた？ああ、なるほど。わかんないよね、そればっかりは。これ、ことと次第によっては、うん、やばい案件ですよ、これ。いやー、バレなきゃいいんですよ。いや、内山さん、内山さんは何キャラなんですか？人の話ですから。そうそう。バレなきゃいいんですよ。やめなさい、やめなさい。バレなきゃ。なんで先輩、ネクタイを欲しいって分かったんですかね？いや、それはもう、なんかこう、伝統なんじゃないの？こう、ネクタイどうのっていう。あ、なるほど。第二ボタンみたいな。でも、特別でしょ、ネクタイなんて、うん。それでさ、まあ仲良くなって、そっからイチャイチャしてたんでしょ？え、ちょっと待って、話の飛躍が早いよ。ネクタイをしていなかったから、そうそう、目つむってっていう。ほら、目つむってじゃねえよ。いやいやいや、なんなんこれ、ことと次第によってはこれなんですか、やばい案件ですよこれ。だ、大丈夫ですよ、バレなきゃいいんですよ。だからそれはバレなきゃダメ、バレなくてもダメなんですよ。バレなきゃいいんですよ。まあまあ、でもね、いい思い出になっているということは、そんな修羅場もなく、そうだよ、過ごせていたということですから。自分の気持ちは伝えられなかったんだね。ああ、そうね。まあ、ねえ、やっぱり、こう、伝えないとね、なかなかこう、こう、消化されない部分があるから。うん、まあでも、それもいいのか、甘酸っぱいのか。ね、そうですよ。そういうのがいいのか。そのネクタイで私を縛って。いやいやいや、飛躍しすぎだろ、それこそ。ケイチさんパターン。ケイチさん。ケイチパターンだったり、ケイチパターンだったり、もうややこしいな、もう。なるほどね。ということで、以上、虹色メモリーズのコーナーでした。投稿待ってまーす。あは。